はいえ、皆さんおはようございます DZH フィナンシャルリサーチの和田ですただいま8月29日月曜日ですね朝の7時32分ぐらいになりますけれども SBI エフィックスライブ始めていきたいと思います まあ先週末はですね、皆様ご存知のようにパ、パウエル・ァービー議長、こちらがジャクソンホールでのですね、オープニングセレモ,オープニ,ングセレモニーでの基調講演、こちらを行いました。世界中のですね、注目がこちらのですね、このスピーチにかかってきているというところではあったんですけれども、なんとパウエル議長ですね、30分の予想、予定していたスピーチになっ,たなったんですけれども、8分30秒程度ですね、 もう簡潔にもう最初からだったんですけども、最初から今日は、もう非常に私の考えをですね簡潔に非常に短く述べますということをですね宣言をしてスピーチを行ったんですけれども、このたった8分30秒、こちらの中でかなりですね凝縮して、自分の意見ですとか、 今後のアメリカの金融政策のです、ね、方向性をです、ね、簡潔に示したという形となったわけです。まあ、結果的にはです、ね、乱高下をしたんですけれども、結局は為替市場ドル買いというところです、ね、強く反応していまして、実はです、ね、本日も週明け早朝のです、ね、東オシアレ市場からすでに137の90という高値まで、今もう買いがつ、えー、強まっているというような状況になっていいいます、まあ、そこら辺もう一度です、ね、詳しく見ていきたいなと思います。 はい、えー、まずですね、こちら見てもらってますのが、先週末、1日当初の奴レの分チャートなんですけれども、えー、先週末は欧州時間ですね、一旦はは上値を試す展開となりました、137円の13までですね値を上げると。 いう形になったんですけれども、その後、ニューヨーク市場入ってきまして、PC クアデクレーターですね、こちら、7月の数字が出たんですけれども、年率で4.6%と予想の4.7%を下回りました、そして個人消費支出も前月比でプラスの0.4%の予想のところがプラスの0.1%、ちょっとこのインフレ指標がですね弱かったというようなこともありまして、一 一旦は7円の1 3をつけていたドル円だったんですけれども、一旦は下押しをするというですね、値動きとなったわけです。136の4号までですね、下押しをするというですね、展開となりました。ただ、こちら見てくださいえ。その後ですね、パウエル議長のジャクソンホールでのですね、講演を待つという形となったわけです。えまず、パウエル議長、何を話したかということなんですけれども、 この9月の利上げに対関してはですね、データ次第であるということをですね、こちら繰り返しました。まあ、ただ、早急な緩和ということは、歴史がですね、警告してるんですと。これまでの歴史をですね、見てみると、このですね、 早すぎる緩和を姿勢のです、ね、転換というのは歴史が警告しているのでそういうことはないということですねはっきりと否定したわけですね。で、まあ、株式市場にはフェドピボットなんていうこともありましてフェドのですね FRB がこちら緩和への政策への転換をするというフェドピボットを非常にです、ね、期待する声がですねこのところ多かったんですけれどもこちらを完全に否定をすると。 いうようよなな、ね、形,形になったわけですえそして、えー何、また詳しくは説明しますと、抑制的なです、ね、政策というのが一定期間、えーですね、必要になってくると、えそしてその抑制的なこの金利の引き上げによりまして、家計ですとか、 企業にですね、何らかの痛み、ペインと言ってましたけれども、痛みをもたらすものだと。まあ、ただ、このコストというのはですね、やはりこのインフレの抑制に失敗した時のコストに比べればですね、非常にまだ少ないものであると。もっと失敗した場合には非常に甚大になってしまうというです、ね、ことを、まあ、こちらは前々から言っていたことなんですけれども、 を繰り返し発言したという形となっています。そして私のこちらが大きかったなと思っていますのが中立金利についてのですね、言及も見られています。こちら6月のですね、メンバーの中立金利ですね、のその試算では2.5%というですね、中立金利を試算してあるんですけれども、こちらのレベルというのは、ここでとどまったりですね、上げ止まったりとか、 一旦とどまるようなこの中立金利のレベルではこの2.5%というものは違うんだということをですねはっきりと言及しますね。まあ、ですから中立金利というのは実はもっと上がってきているというですねそういう可能性に対して非常に言及したという形となっています。 えー、最後に一言キ Keep at it というですね、実は言葉を使ったんですけれども、これ Keep at it というです、ね、英,語英語を使うというきには、もうとにかくやっていけ、続けろ、続けろというですね、よくあの例えばマラソン選手だとか陸上の選手に、もう頑張れ、頑張れとも、もっと頑張って続けろ、続けろと、ファイト、ファイトなんていうあの応援をです、ね、よくすると思うんですけれども、そういうようなときにですね、よく使いますね、Keep at it、Keep at it というのをよく使うんですけれども、これは、 えー、とにかく、どん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 続けろ、頑張れ、頑張れっていう、そういうですね、えー、言葉なんですけれども、この言葉を一番最後に持ってきて、We Will k e e p e っということをですね、えー、やはり言って、最後締めくくりました。で、まあ結局は、やはり全般的にはですね、まあ、いろんな意見は出てるんですけれども、パーベル議長のこの発言というのは30分の予定していたところは8分30秒というふうに凝縮して、とにかく、えー、我々の今後のですね、金融政策について、 誤解しないでほしいと、えー、こういうことなんだということをです、ね、はっきりと言及したという、ですね、まあ、今までで一番パウエル議長の発言、スピーチの中で一番高値だったんじゃないかというような声もですねやはり聞かれるなど、まあ、そういったことがですね反映されたという形となっています。で、マーケットはですね素直に反応したというよりも乱公表しました。やはりパウエル議長の発言を受けまして、6円の45まで下押しをしていたドル円だったんですけども、その後、7円の34まで。 ポーンとですね高値を更新するここのとこです、ね、7円の3円まで高値を更新するんですが、8分30秒であっけなくもう終わってしまって、あれ もう終わってしまったのかなっていうような感じだったんですね。終わってしまってすぐさま今度はリグイドが出ます。7円の34まで買われた後、ストーンと6円の23月まで売り込まれるんですね。ちょっともうマーケットとしましては、あっけに取られたような状況だったというところだったんですけれども、ただよくよく考えてみれば、え完全にドル買いの話だというところで、7の34まで買われた後、 発言が終わったと同時に6の23まで急落、その後、すぐさま買い戻しが入りまして、結局、引け間際まで7円の、ですね、実はここ5あたりまでしか出てませんけれども、インターバンクの本当の最後の最後ですね、7円の6 5の高値をつけて、実は高値引けのような形で2億市を引けたと、実はこういう引け方をしたという形になっています。ですからもう完全な高値引けになったようなですね、週末でしたので、週明け当然のようにですね、買いが続くと。 いう形となったわけです早朝の安値が今日ちょっと今日の早朝の安値ですね非常に重要になってくると思います朝一の安値が137-37がお世話市場の実はここ安値なんですねそして高値が先ほど137-90というのがあ先ほどの東京税が入ってき後のですね高値になっていますもう今日すでに安値が137-37というところこちらがもう今日はですね、えー、今日一 最初のサポートレベルになってきているというところですね、こちらを念頭に入れておくという形となりそうです。で結局、ですね株価の方はですねダウ平均、当然ですね株式市場の方はフェドピボットという言葉が出てきたように、えーえー、フェドのですね来年の緩和へのですね政策転換ということを期待していた向きも多かったということもありまして、1000ドル安。 108ドル安でですね、ほぼ安値で引けたという形になりました。え結局今もニューヨークでダウ平均のですね先物がもう始まってるんですけれどもすでに220ドル安ですねという形となっていまして日経平均先物を2万8000割れ寸前まで今 値を下げているというような状況となっています。ちょっと株式市場の方はですね、かなり激しい動きだったというところなんですけれども、為替市場の方は完全なドル買いで反応、株式市場の方は完全なですね、急落ですね、売りで反応してしまったと。一方で債券の方はですね、非常に落ち着いた動きになっています。3.0409%でのクローズというところで、まあ、こちらはですね、急落も急騰もなしというような形という形と,うう形となりました。 Thank you. こちら、東のチャートでも確認をしましょう。東のチャート、こちら見てもらってますけれどもです、ね、やはり、チャート的には一目の雲を完全に上に抜けてきたと、こんな状況になってますね。そして、本日も137の90まで値を上げているわけですので、直近7月の21日の三二23日の137の71ですね。23日が直近の戻り高値だったんですけれども、7位の71もすでに上抜けてきていると、こんな状況となっています。まあ、ですから、上値としまして、 では今度は7月の21日こちら138-88のと7月4日の年初来高値の139-39のというのがですねチャート的にはポイントになってくるというところだと思いますそして下サイドのところですね少し確認をしなければいけないんですが先ほどお話し,しましたように今朝型の汚染市場の早朝の安値が 137-37ですす。ね。こちら念頭に入れておく必要がありますそして一目の雲が一番今、高いところまで来てるんですけども、この高いところでまただんだん下がってくるんですが、雲の上限が137の1 5に今日位置していますね。ですからこちらも非常にいいですね、サポートレベルとしては非常にいいレベルになってきているというところだと思います。 はい。えー、それでは、ユーロドル見ておきましょう。ユーロのこちらがゴムチャットです。ユーロド,ドルに関しましては、先週末一時0.9947まで値、ね、を下げる場面があったんですが、その後はじりじりと買い戻し動きになりました。そして、FOMC の前にはですね、また買いが続くという形となったわけです。こちら、ECB のですね、メンバー、あ複数のメンバーから0.75%の利上げをですね、 検討するというようよなことがです、ね、報じられましたこちらを受けまして、ユーロは買い戻しが先行という形、そしてパウエル議長のです、ね、スピーチが終わった途端にドルが一旦ですねん、わっとこう売られる場面があったんですけれども、その時にこちら見てください、ユーロドルも買い戻しの動き 1.0090の高値をつけるという形になりましたけれども、結局全般ドル買いとなる流れとなる中でまた再び戻り売りに押される展開、0.9957まで下押しをしてね。 終わっているという形ですで今日は朝方0.9950がですね、先週末には、ね、0.9947の手前ではまだ下げ止まっているというところでしょう。まあ、特にドル円の方ほですね今日は朝方から反応しているというところです。で、ジャクソンホールでは黒田日銀総裁もです、ね、発言してるんですが、相変わらず緩和策は続けるというようなことをです、ね、発言していまして、日米金利差のやはりですね、方向性の違いというのが完全にですねまだまたターゲットになってきているというところだと思います。 ユーロドルも冷やしのチャートで確認をしていきましょう。こちらがユーロドルの冷やしのチャートです。まあこちらはですね、先週末の戻り高い1.0090というところが完全にですね、やはり上値の目処になってきているというところだと思います。ユーロに関しましてはですね、ユーロ安に関して少し f m e c b のメンバーから懸念を表明する声がですね、ジャクソンホールからも聞かれてますので、かなり神経質な展開となりそうですけれども、全般的にドル買いの流れとなる中では、8月23日の年初来安田0.9901ですねえ。こちらがやはり 引き続きサポートレベルという形となっています。はい、それではですね、今日予定されてますもの経済指標を確認していきましょう。 はい、こちら見て待ってますが、今日予定されてますもの、経済仕様となっています。今日はアジア時間10時半ですね、7月のオーストラリアの小売量が高、こちらも注目しています。そして3時ちょうどが4、河月期のスウェーデンの GDP、4時ちょうどが7月トルコの貿易収支、そして10時ちょうどレーン ECB 政務理事の講演も予定されています。そして今日重要になりますのが、翌3時15分、ブレーナード FR ビリッジ副議長の挨拶もですね、行われるということで、まあ、こちらもですね、えー、もうパウエル議長に続きまして重要なポイントと。 という形となりそうですそしてイギリスが今日はサマー番通りで,です、ね、休場となってしまいますねちょっと海外市場、欧州時間はですねマーケット薄くなると。 いうところになりそうです。まあ、いずれしましても、今週はですね、やはり週末にかけまして、えー、雇用統計ですね、こちらが行われることになって発表されますけれども、やはり今週は今日のグレーナード、えー、FRB 副議長もそうですけれども、非常に重要なですね、メンバーの、FMC のメンバーの発言が相次ぎますね。そして週末にかけましては、ISM 製造業景気数ですとか、金曜日には、 8月のアメリカの雇用統計、こちらがですね、発表されるわけですので、やはり9月のですね、利上げの、利上げ幅、 まあ零点五か零0.75ということはもうほぼほぼ間違いないと思いますけれども、こちらを占う上でもですね、やはり非常に重要になってくるというところだと思います。まあいずれにしましても、今日東京市場株価の方ですね、少し気になるところです。やはりニューヨークダウが千八ドル安、そしてダウ先物も,も今二百二十ドル安という形でさらに売り込まれているような状況、そして日経平均先物も,もおそらく今二万八千円分のですね、ギリギリのところで今、取引が始まりそうになってきてますけれども、昨日の の先週末の終値から600ドルです、ね、近く下落して始まりそうな今、状況になっています。まあ、こちらはです、ねまあ、どこまで下げがなるのか、どこで落ち着きどころを探るのかといったところ、そこら辺、やはり日経平均だけの動きではです、ね、占えたいところもありますけれども、こちらもやはりきちんと見ていかなければいけないというところでしょう。 アメリカの長期に関しましては、10年九3.0409%付近3、3%は維持していますので、こちらもですね、アジア時間からの年動き注意をしてみていくというところになってきています。まあ、かなりですね、今週は先週末のこのパウエル議長のジャクソン・ホールドのスピーチを受けまして、今週も週明けからですね、荒れ、あれ模様が予想されるという形になってますけれども、そこら辺ポジションのですね、管理非常に注意をしながら慎重にやっていただきたいというふうに思います。 それでは今日の解説をお願いいたします。